はい、おはようございます。2020年12月の18日、えー、ロト6の発表がありました。皆さんいかがでしたかね今回キャリーオーバーが8億あったんで、結構気合を入れて買った方が多かったのではないかと思うんですが、第1544回、本数字の発表します。03。 1125263942ボーナス数字が34です、えー、一等一口6億円一等一人出ましたね6億円二等七口1360万7000円 百円三円四百四十七口十三万百円四棟一万千八百七十一口六千円5二十五万五千九百十五口千円えー、キャリーオーバーが 出てます5億4,668万8,277円5億のキャリーオーバーです皆さんいかがでしたかねこう見ると一等は一人ってすごいですね6億円で私のやつもちょっと見てみたいと思いますジャパネットバンクで購入してネットで買ってすぐ結果がこう見ることができます 今回18口、プラス4口買ってるのかな、えー、結構今日、今回八億円、キャリオーバー八億円ということで気合を入れて結構買いました。いつもの3倍ぐらい買ってるのかな、えー、ダメですね、こう見ると。A、ダメ。B、C が0、3が1個。 D42 が1個 E ダメ F ダメ G ダメ H ダメ I5 と1口5と1口,口が当たりました25263902これを03にしてたら4つ当たったっていうかそういう感じだったんですけど1口 気合を入れて買いましたけど一口こんだけ外れると何か意外とさっぱりするっていうかさわさわしますよね五頭が1つ当たっただけでしたで今回一口6億円すごいですよね6億円羨ましい二頭が7口1300 これ4等が意外と多かったっていうことで6000ですかね。4等でも6000って安いですよね。前回は8900円。12000。今回17000だから4等が当たった人が多かったっていうことですよね。で、前々回、それでも前々回は8400。8400円ですね。11000円。だから今回4等がいつもよりも 多かかったってことですかね3頭が203口その前が253今回が4473頭4頭が多かったってことですよね倍ぐらいいるのかな3頭は4頭もやっぱりあれですよね8000ぐらい人ぐらい多かったってことですよねうんこう見るとでも1頭2頭1頭が1口2頭が7口だから そうですね前回も7口その前は1口だったんですよねだからそれを考えると7口ってうん結構当たってる方なんですかねどうなんでしょうかね人によっては外れた方が多いんだかまあまあこんな感じでキャリーバーが5億あるっていうことなんで次回も気合い入れて 頑張りたいと思います。はい、結果発表と抽選番号の発表でした。以上になります。